第三者の権利の目的である財産の遺贈。第千条、遺贈の目的であるものまたは権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的である時は、受遺者は遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし遺言者がその遺言に反対の意思を表示した時はこの限りでない。債権の遺贈の物条第1001条、債権を遺贈の目的とした場合において遺言者が弁済を受け、かつその受け取ったものがなお相続財産中にあるときは、そのものを遺贈の目的としたものと推定する。第2項、金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。負担付き遺贈第1002条、負担付き遺贈を受けた者は遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う。第2項、受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は自ら受遺者となることができる。ただし遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。負担付き遺贈の受遺者の免責第1003条、負担付き遺贈の目的の価額が相続の限定承認または遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者はその減少の割合に応じてその負担した義務を免れる。ただし遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。第4節、遺言の執行。遺言書の兼任第1004条、遺言書の保管者は相続の開始を知った後遅滞なくこれを家庭裁判所に提出してその兼任を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において相続人が遺言書を発見した後も同様とする。第2項、前項の規定は公正証書による遺言については適用しない。第3項、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いがなければ開封することができない。過料第1005条、前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その兼任を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所外においてその開封をした者は5万円以下の過料に処する。遺言執行者の指定第1006条、遺言者は遺言で一人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができる。第2項、遺言執行者の指定の委託を受けた者は遅滞なくその指定をして、これを相続人に通知しなければならない。第3項、遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。遺言執行者の任務の開始第1007条、遺言執行者が就職を承諾したときは直ちにその任務を行わなければならない。遺言執行者に対する就職の催告第1008条、相続人その他の利害関係人は遺言執行者に対し相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において遺言執行者がその期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。遺言執行者の結核事由第1009条、未成年者及び破産者は
遺言執行者となることができない